ニュースマグビです。今年9月、毎年恒例となる松竹梅の CM 撮影をした渡哲也さん、最近都内の有名病院を訪れ、呼吸器内科など複数の科で検査を受けていたようです。関係者によると、外出時も酸素吸入器を外せない状態とのこと。それでも懸命にリハビリを続けているそうです。内科医の上正弘さんは、おそらく肺気腫が原因で動くこともままならないのでしょう。肺気腫は常に息が苦しい状態なので、本当につらいはずですと語っています。体調が心配されます。男性同士の恋愛を描いたドラマ、おっさんずラブで、乙女系の新境地を開拓した吉田鋼太郎さんの夫婦での買い物姿をキャッチしました。一緒にいたのは4回目の結婚相手で22歳年下の一般女性。2人は都内の高級スーパーで一緒に買い物をしており、スムージーを購入するとお互いのものを交換しながら飲むというラブラブな様子でした。帰り道の車中では奥さんが運転席、吉田さんが後部座席。このご夫婦、どちらに主導権があるのでしょうか。街がハロウィン一色に染まった10月下旬の夜、東京西麻布にある芸能人御用達の店にユウさんが訪れました。居合わせたお客さんによると、ユウさんは30代と思しき金髪女性と40歳前後のワイルド系男性2人と入ってきました。2対2の合コンだったようで、恋愛トークに花を咲かせていたようでしたとのこと。ユウさんは個室に入ったそうですが、やばい、もうやばいなどと連発しており、なんかエロいとの声も。その声は別の部屋にいても聞こえるほどだったそうです。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。